はい、今から、梅干しを干したいと思います。1週間経ったんで、1週間経ったんで、梅酢が上がってきて次の段階に行きたいと思います。だいたい塩で漬けてから1週間してから干します。では早速やってみたいと思います。こんな感じで、漬け上がっております。20% なので、カビは、見たところ生えてないようですね。はい、ザルが足りなくなってしまったので、ちょっと考え中でございます。